どうも影やんです。人間関係は、自然に任せるということについてお話ししたいと思います。僕はですね、昔は人間関係に関しては結構欲張ってたというか、いろんな人と人間関係を作りたいなという、気持ちというか、そういうこう欲張った気持ちっていうのがすごくあったんですけども、今はねだいぶね変わりましたね。その人間関係をこう自然に任せる、流れに身を任すというかね、そういう状態になっております。ほんで自分で思うことはですね、その人間関係はすごく僕運がいいというかね、すごい強運やなっていうのを最近特に感じますね。なんかその今こう縁がある人、その人間関係が残ってる人、人間関係がもうなくなった人、いろいろいるんですけども、そのこと自体がねすごい強運やなというふうに思うんですね。で自分に必要な人が今こう残っている状態になってると思うんですね。これからの人生とか今の人生か分かんないですけども、必要な人がこう人間関係が切れずに残っている状態で、その時の直接な理由はちょっといろいろあるんですけども、人間関係が切れた人いますよね。この人はね、やっぱりね切れてよかったというふうにこう思うんですね。その今その人と人間関係がこういろいろつながってたらですね、僕にとってマイナスになることが結構あった可能性があるんですね。それはそれでまたいろいろ自分で頑張っていけばいいんですけども、その人間関係がないことによってこうスムーズにいくことっていうのがかなりある、そのために人間関係が切れた状態になってるというふうに思うんですね。この辺がね僕もこう強運というかすごく運がいいかなと。でその強制的にこう縁が切れた状態になることによってですね、僕がこうより良い人生をこう歩んでいけるようになってるように感じるんですね。やっぱりその人間関係があることによって、その人を頼ったりとかですね、その人をこう誘ったりとかいろんなことがあることによってですね、すごく自分にとってはこうマイナスになること、こうゆくゆくこうマイナスになること、それがないことによって自分でいろいろやることになってですね、そのことがやっぱり自分のこう能力を上げることになったりとか、他にもいろんなこうプラスにこう作用している、それがね、不思議とこう思うんですよね。ほんで、ちょっとだけの人間関係があった人とかでもね、今思い返すとですね、ほとんどつながりが例えば2回3回だけこうあったような人がいるんですけど、その人が、その時に教えてくれたことを今も結局それを参考にしてやってることっていうのもあるんですね。でそれはですね、その人との縁は切れてるというか今ないし、またこう戻ることも多分基本的にないと思うんですけども、その人は僕にその、知識というかその情報だけをこう渡すためにこうつながったんじゃないんかなって思うぐらいね、不思議な縁というかですね、もちろんねその方とは喧嘩別れしたわけでもなくてですね、言うたらその関係が浅いんですよね。関係がものすごく浅い状態だったんですけども、その中の短い時間の中で僕に教えてくれた情報が今も役立ってる状態になってると。でそれはねこういう人生の長い中の流れでいうと、その情報を僕に与えるためだけに目の前に現れてですね、僕がその情報をキャッチしたらね、その人はもう去っていったというか、お互いにこうほとんど浅い関係やったんですけど、その情報だけは僕に渡してくれて、こう関係がもうない状態になってるというのがすごくこうね、なんか不思議というか、その自分がすごくこう恵まれた感じ、そういうところをすごく感じますね。ほんで結構その昔仲がいいなと思ってた人もですね、その時は僕はこう思い込みで味方やと思ってたんですけども、よくよく考えるとそう味方ではないと。自分の味方ではなく、敵というほどではないんですけども、味方になってるように見えて実はそうでもなかったっていう人が結構いるんですね。でそういう人っていうのはですね、結構そういう人と人間関係がこうあるとですね、ちょっとやっ快な感じになるんですよね。それがね、こううまいこと切れてる状態、相手がこう離れていってることもあるし、僕からこう縁を切った人もいるんですけども、そういうのがね、こうその時はそのいろいろ考えることあったんですけども、良かったとほんまに思いますね。そういう例がね、中途半端につながってるとですね、僕もそのやっぱその人が自分の味方やと思って、こういろいろと相談したりとかしてる可能性があったりとかですね、いろいろ誘ったりとか、こういろいろ何かをやっていこうとしたりした場合にですね、別に僕の力になってくれる方ではなかったように思うんですね。分かんないですけども。で、そういう人とこう縁というか、その人間関係を深くしていこうとすることっていうことは、やっぱり難しかったと思うんで、その今縁が離れて、もうこれから何かがあってもつながることはないと思うんですけど、そういうことを結構ね、そのいろいろ考えるとですね、やっぱり俺ついてるなと、そういうふうにこううまいことこう人間関係が整理されてる、整理整頓されてる状態になって、今はねすごくね、こういろんなことがある程度ね、今の状態ではこうクリアに見える感じでしてね、その距離感、人間関係の距離感っていうのも結構ちょっとね、僕はどうしても近づこうとするんでですね、相手がそれに対してこう受け入れられるられへんはあるんですけども、なんかそのすごくね、こういいなと。で、そのことと、その自分がこの人いいなと思ったら、こう例えば人間関係を深くしようと思った時もですね、そのいろいろこう昔やとこうどんどんこう距離を詰めていく形になってたんですけども、今はね結構自然に任せるというか、自分のメインの仕事がありますよね、まあ商売してるんで。で、それを中心にこういろいろこうそれが中心にあって、それを輪にして回っていきながらの中でのいろんなこうことですね、ことを回していく感じですね。その中、まあお客さんとの人間関係っていうことではっていう意味じゃないんですけども、その商売を中心に考えて、そこからこういろいろ派生しての人間関係と、そのもちろん商売とは関係ないけど、影響はあるというか、その、集客には影響ないんですけど、僕のその考えること、その考え方というか、そういうものに影響を与える人であったりとか、そういうのの、人間関係のつながりがあったりとかですね、それは仕事につながることだけじゃなくてですね、自分自身のことでもあったりするんですけども、そういうこう輪があるんですよね今。で、それをこう大切にこう育んでいこうというふうに思ってます。ただですね、それをね強制的というか、無理やりこうつなげる形は取らないようにしていって、一旦自分がこう関係をつなげるようには持っていくんですけど、あとは相手のその反応であったりとか、相手のそのいろんな状況もありますし、そういうのを見ていって、あとは自然に任せる状態、人間関係を自然に任せる状態にしていくとですね、これがね結構そのいい感じになっていきますね。なんか分からないとか、まあそういうもんなんやと思う。僕は距離感をだんだんつかめてきてるのかもしれないですけども、そういうものがこうできていくと。ほんで、僕からこうパッと距離を置く人もいはって、僕が誘って、距離を置くっていう人もいはって、それはねもう自然に任せて、それはもうほっとくというか、相手が距離を置いてるんやから、これはねまたそれが僕が運がいいところで、それはやっぱ縁が切れた方がええ状態なんですよね。縁というか人間関係とか、そういうのが なくなった方がいい人の可能性があるんですね、後々考えると。だからそれをね、自然に任せるというか、自然にそれを受け入れてですね、でこう育んでいきたい人間関係の人たちをこうしっかりとこう深めていくというか、それも距離感をねある程度こういろいろと保ちながらというか。保つというのはこう距離感を置くっていうことじゃないんですけど、自分らのその間合いがあったところでこう測っ測っていく計算はしないですけども、その自分のこうやりたい中でもその相手の立場も考えながらということでこう動いていくとですね、こううまくこう回っていってるかなというふうに感じていってですね、人間関係をこう自然にこう任せる状態を作っていくと、すごくこう回り出すというかうまくいく、その輪がこうよくいい状態になる、でいい人間関係が作れていくというところですね。うん、だからすごく今その人間関係に関してはすごく自分が強運というかついてる、うん、運がいいっていうのをすごくこう感じますね。ほんで人間関係だけじゃなくね、他のこといろんなことがこううまくこう、つながっていってるようにこう感じますね。それが今の僕の状態かなというふうに思います。ということで今日は人間関係は自然に任せるということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。